ER センターのトリアージ表示外来の待合室院内トリアージ実施資料とは2012年の診療報酬改定で開始された診療報酬科目の一つ。ウォークインによる救急外来受診において院内トリアージを実施した場合に算定される。2014年12月5日、現在診療報酬点数は100点。トリアージとは緊急医療等において 患者の容体から診療の優先順位をつけることであるが、院内トリアージとは、個々の医療機関が主体となり、あらかじめ定められた院内の基準に基づいて、専任の医師または専任の看護師が、患者の状態を評価し、患者の緊急毒分に応じて、診療の優先順位付けを行うことである。かつての、地域連携症に夜間、休日診療料における、院内トリアージ加算は、 この科目の制定により発展的に廃止された。院内トリアージ実施資料を算定するには、以下の条件をすべて満たす必要がある。また、院内トリアージを行う際には、患者またはその家族等に対して、十分にその趣旨を説明することが必要となっている。各病院が院内刑事などで、当院では、院内トリアージを実施していますという旨を掲示する。理由はこのためである。 この加算は全国どこの医療機関でも算定できるものではない。地方厚生局長等に届け出た院内トリアージ体制を整えている保健医療機関において上記の条件などを満たした場合に限って算定できる。また、厚生労働省保健局医療課によれば夜間、休日または深夜に患者が一人のみ来院している場合など待ち時間がなく実質上トリアージを行う。 必要性がない場合においては、当該患者の来院後を速やかに、院内トリアージが実施された場合についても、院内トリアージ実施料は算定できない。ありがとうございます。